はい、こんにちは。今回なんですけれども、僕はね、茨城県ひたちなか市にある国営ひたち海浜公園に行ってまいりました。このひたち海浜公園なんですけれども、木々に覆われた遊歩道とレンタサイクルがあるね、広大な公園となっておりまして、四季折々の花々が咲き誇る庭園が有名とのことです。こちらの公園なんですけれども、地図上で見たらね、結構遠そうに見えるかもしれないんですけれども、なんとね、その東京からでもですね、特急日立号に乗れば、都内からね、電車と、シャトルバス合わせて、乗っていくことになるんですけれども、約ね、2時間半とね、意外とアクセスしやすいのがこの公園になっております。主なアクセス方法としましては、まずね、JR の勝田駅までやってきまして、その後に、ひたちなか海浜鉄道港線に乗りまして、味ヶ浦駅まで行きます。で、味ヶ浦駅まで行った後に、駅の目の前にね、シャトルバスが来るんで、そのシャトルバスに乗って行くといった、そういった感じになりますかね。で、このシャトルバスを乗らずに行くとね、めちゃくちゃ遠いんですよね。だからなるべくね、シャトルバスに乗っていくことをお勧めします。こちらの公園の有名なスポットとしましては、4月中旬からゴールデンウィークの頃に見られる辺り一面をね、青に染めるネモフィラがとても有名となっていて、非常に大人気のスポットとなっております。開園時間は基本的に朝の9時半から17時まで、料金は今みたいな繁忙期ですと大人で700円となります。それでこの公園のね、目玉というべきネモフィラがね、見頃の時期なんですけれども、その時のね、気候にもよるんですけれども、基本的には4月の中旬から5月の上旬あたり、ゴールデンウィーク期間とね、若干被るんですよね。だからたくさんの人がネモフィラをね、見に公園を訪れます。ネモフィラのね、開花状況は日立海浜公園のホームページ、こちらをね、参考にしてください。今回ね、僕は4月の10日に訪れたんですけれども、ホームページにね、十分見頃だと書かれていたため、行ってみることにしました。あとこちらの公園、とんでもなく広かったです。ネモフィラ畑はね、公園北側の見晴らしエリアにあるんですけれども、まず公園の中に入ってから15分ほど歩いた場所にあります。というかね、本当にこの公園ね、あまりにも広くて、エリアが7つに分かれているんだけれども、とてもじゃないけど全てのエリアを回りきることがね、できなかったです。だからね、今回はネモフィラだけをね、見て帰ってきました。だからネモフィラだけの紹介になってしまいますね。ネモフィラ以外にもフラワーガーデンがあったり、園内遊園地があったり、園内をね、走るシーサイドトレインだったり、地元産グルメがね、美味しい飲食店があったりと、コンテンツが本当にね、盛りだくさんなんですよ。ネモフィラ以外もね、楽しみたい方はなるべく早めに来ることをお勧めします。今回僕はね、14時半頃に来たんですけれども、とても時間が足りませんでしたね。公式サイトから園内地図をね、確認して、行く前にね、ある程度もう巡回ルートを作っておくみたいな、そういったことをね、やっておくのもいいかもしれませんね。この公園のネモフィラはね、特にね、見晴らしの丘の頂上からの眺めが最高だと言います。今回はね、その見晴らしの丘の頂上をね、目指していこうかなと。頂上といってもね、登山みたいな急勾配の道ではなくて、本当になだらかで歩きやすい道になってました。はい、ようやく頂上に着きました。もうね、人がたくさん集まっているところが頂上だから、本当に頂上どこだろうって別に探さなくてもすぐに見つけることができました。景色はね、本当に噂通りね、もう最高の景色ですね、ここ。
それでこの見晴らしの丘なんですけれども、なんと山ピクミンが取れます。見晴らしの丘内、勾配になっている場所ですね。勾配になっているような場所だったら探知機がね、広い範囲で公園と山の二択判定になっているため、かなり取りやすいと思います。今回僕はまあ探知機を使って撮ったんだけれども、全然自然発生も狙えると思います。非常にね、最高のスポットですね。山ピクミン、まあ撮りにくいというね印象が非常に強いと思うんですけれども、意外と公園で撮れたりもします。今回はね、日立海浜公園の紹介をさせていただきました。本当にピクミンブルームの季節の花がね、ちょうどネモフィラとなっていて、さらにね、実際のネモフィラも今開花シーズンということでね、もうこれは見に行かなきゃと思ってね、休みを使ってね見に行ってきたんですけれども、本当に行ってよかったです。まあなんていうか、アニメとかね、絵本みたいな、まあそういったね非現実的なね景色をね楽しむことができました。で、意外と東京からもねアクセスがまあまあ良くて、まあ全然日帰りで帰ってこれます。まあ今回はねこれで以上とさせていただきます。国営日立海浜公園、本当に最高のスポット、行って後悔はないんでね、皆さんもよろしければ行ってみてください。それじゃあ、ありがとうございました。